はい、皆様お疲れ様でございます。今回の動画はファーミングシミュレーター25、こちらの裏話的なお話となります。で、こちらですね、2024年7月13日の YouTube ライブの中で少し雑談っぽくお話をしましたパート部分の再編集となります。当日に話した時には伝え忘れていたことなどを今回テロップなどで再編集しております。ですので、当日にこの配信や後日にアーカイブ配信を見られた方でもプラスアルファのお話となっております。それでは早速ご覧ください。で、一つ謎、今回ね、ジェンソフトウェアさんからプレゼンテーション動画3本出たんですけど、私ね、もう全部見てたの、事前に。で、すごい不思議だったんです。ジャイアンツソフトウェアさんが出してないのはわかりますよ。なんだけど、動画がめっちゃ出てたの。一昨日ぐらいですか？一昨日ぐらいに公開された時には、私はもう全部を知ってたわけですよ。動画の中身を。不思議じゃない？リークにしたら変じゃない？と思って。で、会場で撮影した動向じゃないの。会場のスクリーンをね、スマホで撮ってんのかなっていう動画もありますが、明らかに内部の人からデータもらったんじゃないのっていう。要するに、プレゼンテーションの時ってこう、わわわってドイツ語で喋ってるじゃない？で、そのね、他の人たちが上げてる動画、エンジン音とかも全部入ってるの。ドイツ語とかが一切入ってなくて、だから会場で撮影した動画じゃないってことなの。で、GPS ね。GPS に関しては、プーピー音ってわかります？ GPS 起動とか切った時にピーピピピとか、そういう音も全部入ってんの。なんならジャイアンツソフトウェアさんの、ださん、私もそういうの契約見ちゃいましたね。見たでしょ？私も見てたんだけど、会場で撮ってる、むしろジャイアンツソフトウェアさんが会場で発表した時は、で、プーピー音とか入ってっから、なんならジャイアンツソフトウェアさんのプレゼンテーション動画よりもいい動画なわけ。車両が近づいたらエンジン音グワーってでっかくなるし、遠ざかったらちっちゃくなるしとかね。あ、こういう動画なんだっていう。で、それがなんで出回ってたかの謎がね、分かったの。これすごいわ。この話するとね、ちょっと長いんだけど、大丈夫かな？本当に明日の動画のために撮っといた方がいいような話もあるんだけど、明日は明日で長くなるから、ちょっと今日言うわ。東田浩一さん、こんばんは。はい、東田さんね、お疲れ様でございます。で、ちょっとそのお話も気になるでしょ？ここまで話したら逆に気になるよね。ということでね、ちょっとお話し、そこはするわ。あのね、今回のファムコン24、ジャイアンツソフトウェアさんの見積もりね、見積もりというか、目測ね、1000人ぐらい来ればいいなと思ってたんだって。チケットの売り上げとかが。そしたら、3500枚売れちゃったんだって。3.5 倍。1000人来ればいいなと思ったら、3500人来ちゃったんだって。で、お土産をね、1000人分しか用意しなかったの。お楽しみ袋って言ってたけどね。お楽しみ袋を1000人分しか用意しなかった。ってなると、もらえない人の方が多いってことになっちゃうんですよ。で、ジャイアンツソフトウェアさんが、それはちょっと、来てくれた方々に申し訳ないって言って、もう1000個、お楽しみ袋を作ったの。なんだけど、もうさ、会場の設営とかそういうので、人手が足りないの。もうスタッフは、あらかじめさ、フェントフォーラムだから、フェントの場所で、場所をお借りしてファムコンやったからね。常に常設のスタジオじゃないから。っていうので、機器の設置とかそういうのも忙しくて、
手回んなかったと。1000個分作るの。で、何をしたかっていうと、現地に来ていた、インフルエンサーとか、ストリーマー、まあ、YouTuber も含め、の方々に手伝ってもらったの。ちょっと一緒に作ってください、つって。このお楽しみ袋とか、会場設置、設営のお手伝いね。で、手伝ってもらったお礼に、じゃあ、今日ファムコンで流す動画、差し上げます。で、これ、アップロードしてもいいですよ。って言ったんだって。はぁ、マジで?と思って。だから、ファムコン始まったその日に、もう動画上がってたんです。不思議でしゃあなかったの。なんでこれ動画、どこから入手したの?と思ったら、インフルエンサーやストリーマーの方々に、上げていい、アップロードしていいですよって。ある意味力技。だから、ジャイアンツソフトウェアさんからしたら、一石二鳥なの。宣伝もしてもらって、で、物理的に手伝いもしてもらったっていうね。それは、こっちから、まあ、YouTuber の私からしたら、めちゃめちゃ喉から手が出るほど欲しい情報でしょ。これから発表する情報、データで、音源、綺麗な音源でもらってんだよ。画質もいいやつ。だから左下にファムコン24っていうロゴも入ってんの、最初からね。スカシでね。っていうので、ジェネソフト、ダさん、めっちゃ得意やん。めっちゃいいやんね。羨ましいさ。その代わり、お楽しみ袋作るの。サボさん、いい宣伝効果ですね。一石二鳥じゃない。手伝ってもらって宣伝もしてもらってと。で、お互いにウィンウィンだった。っていうので、動画が出回ってんの。不思議でしゃあなかったんだよね。なんで、いろんな人たち持ってんのかなって。持ってるんだけど、特定の人が持ってんのさ。みんなが持ってるわけじゃないの。やっぱり会場のその、スライドショーをスマホで撮ったような動画も多々あるしね。だから不思議でしゃあなかったんだけど、データをもらったっていうお話です。っていうね。こういうようなお話も明日いろいろやります。なので、ジャイアンソフトウェアさんの動画見ただけじゃわかんないようなことも、うん。ダさん、内部の人が広げたやつじゃなくてよかったわ。だから私さ、リーク、まあ、リークもあるんだけど、まあ、他のね、外国のインフルエンサーからのリークもあるんだけど、情報漏洩したのかなとは思ったの。でも情報漏洩したにしては、そのインフルエンサーとか顔出ししてんのさ。この人自分の顔出して、情報漏洩したやつ出してんの?って、すごい不思議だったの。なんだけど、正式にアップロードしていいですよ。っていう条件でお手伝いをした。というのがね、真実だって。はぁーと思ったね。まあ。っていう感じです。エースサボさん、その条件ならみんな喜んで手伝いしますでしょ?ね、いや、私も手伝いたいもんね。そりゃ、顔出しても何も罰ないわね。そう。鏡さん。そう。だから、ね、ジャイアンスソフトウェアさんから直々に出して、動画出し、公開していいですよって言われてんだ。そりゃね、顔も出すわって話で。だってね、悪いこと何もしてないんだもん。むしろ、お礼でもらったデータだからっていうね。羨ましいよ。ユーチ、ダさん、いいなファムコン笑い。そう、ファムコンいいよな、俺行きたいよ。で、情報欲しいよ。なんだけど、基本、みんなドイツ語だからね。